我らが大地ルーナジア、この世界を訪れしそなたよ、見るがいい。この地では古の彼方よりひとときもマナのシャワーが止むことはない。マナはルーンの神が人間たちに与えし神秘の力。人間たちはマナを浴びるほどにその能力を開花させていったのじゃ。並外れた知力、剣を持つ手には人力を超えた大いなる力、さまざまに繰り出される魔法、そして古代のモンスターを召喚させ意のままに従わせる術さえもな。いつしか彼らはルーンの騎士と呼ばれるようになったのじゃ。やがてルーンの騎士たちはマナの力に追い立てられるように高みを目指した。剣と知力、魔法によって己の陣を広げ、必要とあらば敵対するルーンの騎士を打ち破った。いくつもの国が生まれ、そしていくつもの国が消え去った。その歴史は幾度か繰り返されることとなった。そんなルーンの騎士たちにとって最も大切なものが五つのブリガンダインだった。その鎧あるいは装身具にはそれぞれルーンの神から授かった五つのマナストーンが組み込まれてあったのじゃ。ブリガンダインを身につけたルーンの騎士は、それはそれは他の騎士を圧倒したのじゃよ。大陸の覇権をかけた戦いは史書ルーナジア戦記に克明に綴られ、同時に戦いを通して我らが知り得たある大切な真実も記されることとなった。だがあるルーンの騎士によってルーナジア全土が統一されると、師匠はまるでそれを見届けたように戦火の中に消滅してしまったのだ。この世界を訪れしそなたよ、今ブリガンダインは正義、高潔、自由、誇り、そして自我の5つ、そなたにはそのいずれかを身にまとい、あるいは身にまとうことなく歴史に倣い大陸制覇に向かう6つの道がある。そしてそなたがルーナジアの各地を手中に収めてゆくたびに、師匠ルーナジア戦記の失われたページはよみがえってくることだろう。しかるに統一を果たした時、そなたは知るのだ。このルーナジアで起きたすべての、そしてあらゆる物語を。姉妹よ、エルザ・ウザーラにご加護を。
今宵は国を挙げてのバレエコンテスト。街は大層な盛り上がりを見せているというのに、大統領はやはりお姿を見せてはくれぬか。かつてはガイムールの至宝とまで言われた騎士アーデン・ウザーラ様とて、ご高齢には勝てますまい。もしもの場合に備えて予備のものを選出しておいた方が良いかと思いますがな。確かにカイン殿が言うことも一理あるな。そうだ、エルザはどうだ。エルザですと。そうよ、父である大統領ほどではないが、あの娘を次期大統領に推す声はあちこちで上がっておる。エルザは私に言わせればただ単に弁舌が立つだけ。我らルーンの騎士の聖なる国を治めるなど。カイン殿の父上とウザーラ大統領は昔ライバルであったな。その息子殿がエルザを推すわけがないか。あ、いや、そういうわけではないが。それにしてもエルザの姿も見かけんが。町中がにぎわっていますからな。今頃は浮かれて見物でもしているのではないですかな。これまた手厳しいことだ。釣りの晩ぐらいみんなと一杯やっていかないか。ごめん、おやすみ。ちゅ、相変わらず付き合いの悪いやつだな。おやすみ。誰？お許しください、警備で雇われた身なのに、どうしても一言申し上げたくて。忍び族の者ね。ずいぶん若い子だこと。この国には初めてのようね。はい、忍び族首領デラの娘タリアと申します。私のバレエをそんな風に言われたのは初めてだわ。いいえ、ステージのあなた様はまるで羽の生えた妖精のようで。申し訳ありません、でも会場の警備はきちんと。忍び一族が任務に忠実なのはこの国の誰もが知るところ。恐れ入ります、エルザ様。え、どうして私の名を。申し訳ございません。実は評議員会館を警備していて、エルザ様がお出かけになるのをお見かけしたものですから。ルーンの騎士には不釣り合いな大きなバッグを抱えていた。それでバレエの会場までつけたってわけね。参ったわね、誰にも内緒だったのに。もちろん里に戻りましても決してこのことは。分かったわ、タリアとやら。口の固い忍び族のあなたを信じることにする。さ、もう行きなさい。はい、でもエルザ様、どうぞお気をつけなさってください。え？グスタファ神聖帝国がノーザリオ王国の一部を占拠したようです。何ですって。グスタファは以前よりおかしな動きを見せていたのですが、他の国にも
いくつか怪しい事例が上がっております。それにエルザ様のお父上、アーデン大統領が病に伏していらっしゃることは、他の国々ではとうに知られたこと。そんな。タリア、タリア、一体エルザ様、さすがは我らが誇りのブリガンダイン、そしてムールエンジェ三姉妹の英霊たち。いよいよこの国の危機を感じ取ったようです。エルザ様、エンジェの剣があなた様の芳醇なマナの力を嗅ぎ当てたようですな。エンジェの剣。エルザ様、どうぞムールエンジェ三姉妹のご意志をお継ぎなされい。このエルザ・ウザーラは我ら誇りのブリガンダイン、そして偉大なるムールエンジェ三姉妹の信託を得た。我はこのエンジェの剣を使いこなす術をまだ持たない。だがルーンの騎士よ、今我らはこの剣のもとに力を結集させ、ルーンの騎士発祥の地の誇りを全世界に知らしめなければならない。フッ、エルザ、エンジェの剣がお前を選んだのは何かの間違いだろうさ。俺はそれを確かめるために行くだけだ。カイン、この場に及んで子供じみたことを言うのではない。ブラックバードの二人までこの国のために命を懸けようとしてくれておるのだ。恥を知れ。お言葉ですがムーアロー、私はもともとバレット族なんぞに応援を頼む気はない。戦いの最中に逃げぬようせいぜい見張られることですな。カイン、なんてことを言うの。エルザ様、どうぞお気になさらずに。何かと父親の意向を鼻にかける御仁を私もダリアンも相手にするほど暇ではありません。なんだと。いい加減にせんか、カイン。エルザ様、何なりと我らブラックバードの二人にね、ダリアン。いかようにご命令が下ろうとも。ありがとう。敵はもうすでに我が国の領土を狙って動き出している。行くぞ。
エルザお姉ちゃん、久しぶり。こりゃ、戦場で。ね、でしたでした、エルザ隊長殿。おじいちゃんじゃなく。おぉ。ありが…何かっつうと、自分たちこそ正義王子のルビーの4世が後を継いだんだけど、三世王が死んだ裏では我らガイムール共和国やグスタファ神聖帝国が糸を引いてるんじゃないかって。そんなバカな。でしょ、ヌレギヌもいいとこよね。自分たちこそ正義だなどと申す者ほど己の過ちに気づかぬものです。エルザ様、我らはルーンの神からいただいた誇りのブリガンラインの名に恥じぬよう、断固そのような偽善に満ちた国を撃退させねばなりません。それから前はハザム国と言われた国ね。ああほら、少し前までは我が国でも大きなイベントなんかがあると警備兵として雇っていたらしいじゃない、忍び一族っつうの。他の国は忍び魔術なる特殊な魔法を使う者が多ございますからな。我が国だけでなく他の国におきましても諜報活動などで雇い諜報していたと聞きます。それは私も知ってるわ。確か一度街中で傭兵の一人と話したことがある。何ですと。確かそう、タリアと。タリア。ええ、まだとても若かったわ。多分初めて他国に派遣されたような。ご用心なされませ、エルザ様。そのタリアという娘、今では母親のデラをもしのぐ主導者だとか。え？忍び一族は長い間我らのような大国の間を縫うようにして生き延びてきました。それが唯一の生きる手段であったわけですな。だが彼ら側からすれば、様々な制約の中で生きなくてはならなかったという屈辱の歴史でもあったのでございます。そのためこの世界の混沌に乗じてタリアを柱に自由を求めて放棄したと聞いております。自由を求めて。しかしそのように自由とは縁遠かった一族がひとたび自由を手に入れると手に負えなくなるのもまた
人の定めというもの。どういうこと？今度は他人の自由を奪いたくなったりする。え？バーレット族には通じるものがあるかもしれんな、ダリアン。確かに、全く束縛がなくなったら人間はおかしなことを考えるかもね。私なんかしょっちゅう戦うのやめにして誰かの子供を産みたいなーなんて思うことがあるもの。ケイト。でもご心配なく、私らバレット族は子供を産むことイコール死ぬことですからね。そう簡単にママにはなれそうにないですわ。何にしてもエルザ様、自由の味を知った忍び一族はすぐにでも我が国の脅威となるのは間違いありません。我ら誇りのブリガンダインの足元に一刻も早くひれ伏せてやらねばなりません。それがルーンの騎士の発祥の地としての使命であるのなら。了解。グスタファ神聖帝国、もともとがグスタフ一族の先制国家ですからな。世界の騒ぎに先んじて他国制覇に乗り出したのはご存知の通りでございます。なんせグスタファは一度としてブリガンダインを手にしたことがございませんからな。ティム・グスタフ皇帝としてはどのような手段を講じようとも奪取する意向でありましょう。まさに第二のグスタフの変の様相を呈しております。エルザお姉ちゃん、エンジェの剣にかけても負けられないね。もちろんよ。エンジェの剣、きっといつかあなたを使いこなせるルーンの騎士になってみせる。マナ・サリージア法王国ね。確か魔法学校では我がガイムール共和国とは結構仲良しさんのように教えられていたんだけど。そいつはもはや昔のことでな。現にマナー・サリージアを訪れた我が国のルーンの騎士が変わり果てた姿で送り返されておる。まったくもってあのロマノフ法王が何かの悪霊に取り憑かれたとしか考えられんのじゃ。悪霊？ご存知のように法王はルーン信仰において在派の擁護者、一方我が国はモハナ派の本尊。これまで異なった流派が衝突するまでに至らなかったのはひとえに法王の懐の深さゆえ、そう誰もが信じてまいりました。ところが突然高潔のブリガンダインを掲げ、全世界を己の在派で統一しようと目論んでおる。あ、そうそう、法王の息子でさ、警察師団長のルドっていう人がかなり厳しいっていう情報もあるのよね。何にしてもエルザ様、モハナの聖地を擁する我が国が到底容認できることではございません。在派が剣を持って挑んでくるというのなら、我らモハナのルーンの騎士が受けて立たないわけにはいかないわ。それからちょっと個人的には残念なんですけど、ミレル場諸島連邦ね、あそこもなんだか大変なことになってるらしいの。ああ、エメラルドの海憧れてたんだけどな。
何をのんきなことを言うとるんじゃ。あそこはもともとが海賊どもが集まって出来上がった国なんじゃぞ。エルザ様、今ではステラとかいう海賊の末裔がいいように島々を動かしているとか。まさに身勝手な自我のブリガンダインを地で行くようなものですじゃ。ムールエンジェ三姉妹の再来とも言われるあなた様との格の違いを見せつけてやらねばなりませんぞ。そうそう、エルザお姉ちゃんがミネルバ諸島を制圧してくれれば今度こそ海行けるもんね。だからそういう話じゃないんだったわシュガー。ありがとう、ムーア、シュガ。各国は各国なりの事情で放棄したのね。今はただ我が誇りのブリガンダインを信じて戦い抜くのみよ。賛成賛成。賛成賛成って何を意気込んでおるんじゃ。お前さんは報告が済んだらさっさと帰らんかい。そうね、我が国の軍旗では確か魔法士は中級以上じゃないと戦場に出られなかったわね。ねえそれがさ、じゃじゃーん、ほら魔法試験中級に受かったよ。嘘。ほう、初級を飛び越えていきなり中級合格かいな。さすがわしの孫だけのことはある。ということはシュガー、あなたもこの舞台に参加するつもり？もちろん、若くてピチピチした魔法師が入れば快進撃間違いなしだよ。ふん、年寄りの魔法師で悪かったな。よし、行くわよ。我らガイムールの誇りにかけて。
進軍開始。ご命令とあらば、やりましょう。いいでしょう。突撃する。了解。あらゆる戦場の変化を捉えるのじゃ。承知しました。みんなで戦いましょう。かしこまりました。任せろ。了解。わしの指示に従えば負けはせん。ご命令とあらば、やりましょう。いいでしょう。任せろ。はっ。任せな。あらゆる戦場の変化を捉えるのじゃ。
にしましょう。いいでしょう。さあ、踊りなさい。任せろ。戦場の変化を捉えるのじゃ。いいでしょう。行きますよ。任せろ。さらばだ。了解。
わしの指示に従えば負けはせん。行くぞ。撤退。上出来じゃ。